どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、本日使っていく武器はこちらのね FALファルになります。はい、ということで今回ねファルのねカスタマイズめちゃめちゃこだわって作ってきました。一番のね自信作と言っても過言ではない、フルカスファルになるんですが、早速ね見ていきたいと思います。はい、いやだいぶね公演も復活して、復活といっても13万円しかないんですけど、常にねギリギリを攻めていくんで、僕はパーキンソンのね法則にしっかりと乗っ取っていきます。はい、今回作ってきたね、ファルはこんな感じなんですけど、どうでしょうか。こだわった点としてはね、このね 7.62LWT サプレッサーがねマジで優秀で、これ基本ステータスのね底上げにつながりますし、なおかつサイレンサーが高いんで、これはねマジでつけるべき、マズルランキング第1位ですね。はい、でバレルをですね M にすることによって若干リコイル制御垂直をね、高めた感じです。さらにはですね、こちらハンドガードをファル P にすることによってね、何かあったんでしたっけ、特にはないかな。うん、もう忘れてしまいました。この武器をね作ったのがだいぶ昔になるので、昔の記憶はもう一切ない。ということで、基本ステータスが垂直69、水平75、エルゴ49の精度48、1違い、腰ダメ射撃の安定度が58の有効射程が108、8違い2倍した時に、ということで、サイレンサーは高いですね。これをね、しっかりねつけることによって今回ファルのね、強みっていうのを思う存分生かしていきたいなと思います。はい、正直ねどこのマップでも合うんですよ。警告でもいいし、ノースリッチでもいいし、であとはね、農場でもいいし。はい、ただ今回スコープをですね等倍サイトにしていますので、ちょっとノースリッチとかは厳しいかなと。遠距離で撃たれるのが相当かったるいので、近づければね 100% 勝てるんですけど、どうしよっかなって思いまして、どこ行くのが正解かな。農場行ったら確実に無双できると思うんですよね。モーテルの中とかはちょっと入れないと思うんですが、ちょっとね銃が長すぎるので突っかかるので、モーテルとか屋内戦は厳しいんですけど、農場のね、外戦だったらかなりね、強いんじゃないかなって思うんだけど、どこ行けばいいかなみんな。と言ってもこれは動画だから、僕が決めるほかならないと。とりあえず射撃場でね、撃ちながら考えていきたいと思います。はい、ということでね、早速ノンリコイルで撃っていきたいと思います。こんな感じですね。ファルにしてはまだマシかなって。あー、マシではなかった。おめでとうございます。このね天井にぶつかってしまいました。しかしリコイルするとどうなるかというと、意外と合わせられる。暴れてるけど垂直方向はなんとかなるかな。水平の方がね普通に値高いんですが、でも普通にこんな感じで、4層旬どけ強すぎ。このファルのねサプレッサーの音、聞き慣れていない方もいると思うんですけど、結構珍しいよねこのサプレッサーついてる形っていうのは。僕もね多分初めて使ったと思うんですよ。若干ねあの重厚感のある銃声が聞き取れないのは、お耳がですね寂しがっていますが、たまにはね、耳も休ませてあげた方がいいんじゃないでしょうか。こうすることによってハイエナ防止にもなりますから、とりあえずね今回はノースリッチマッチングやっていこうと思います。レッツゴー。どうも皆さん、間違えました。はい、ということでね秒速 19cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いします。いやちょっとね動画撮影、連続でね今撮ってるんですが、今ね5本目なんですけど、やっぱりね全然違う。僕のね調子っていうのはね、尻上がりに上がっていくんですよね。完全スロースターターなんで、だから今ねトークのね感じも結構スラスラ出てくるし、でエイムもね温まってきて、もう負ける気がしない。で夕方ですが、さあ行きましょうか皆様。僕はホテルには行きたくない。マジでやめてくれ。ホテルに行きにはなりたくないんだ。みんな頼む。脱出地点マークスの早すぎない？おいおい、やめてくれよ。期間狩りなんてことはやめてくれよ。そんなつまらないことはしたくないよ僕は。あ、なんかもう鳴ってるね早速。は？そっち側？あ、これでもあれか、マッチングだからな、人いない可能性あるな。速攻しばきに行った方がいいか。じゃあ逆にな。じゃあ行くか。いや下水処理場ちょっと気になるけどね。みんな下水処理場にはねもう目もくれず走っていきますね。あ、でこれさ相当だるいんだ。こ
このファルだるくて、あ、間違えちゃった。これ必要なんですよ。お注射打ってないとね、初期重量が重すぎてね、話にならん。どうしようマジで、仲間とバラバラになっちゃうぜ。俺たちさ、出会って間もないけど、しっかりと連携取っていかないといけないんじゃないのか。何やってんだマジで。おっと、下水処理場行くか。これ3番さんのムーブに合わせようか。下水処理場見てるね。これちょっと僕好みのあれかもしんない。いるな、これ敵見つけたぞ。やりに行こうぜ。さあさっさと行きましょうか。3番の兄貴、これ下水処理場いる。これやりたい。下水処理場ぐらいだったら、まあファルでもやれると思うんですわ。はい、あいつはなんだ、よくわからんスカブがいますね。ちょっとやりに行きたいな、ガチで。おーい、サマちゃーん、行こうぜ行こうぜ。多分後方支援してくれてるから。いったいったいった。ベベ、はは、え、なになになに、どこにいたの。はぁ、はぁ、ちょっと待って、ありえないでしょ普通に。イモってたんか。マジでくっそつまんねえわ。久しぶりになんかこの感じ味わったわ。あれこれ、おかしいでしょって。ちょっとマジでありえないって。本当に相手ファルだったな多分。さすがにそんなところでガンイモはないでしょうよ。どこにいたの、全く気づかなかった。足音鳴ってないしな多分、さすがに。これで足音鳴ってたらちょっと僕先般すぎるんですが、トロールかましてしまったんですけど、多分鳴ってないはず。うん、いやわからん、ちょっとトークに夢中になってね、足音見てなかった可能性がある、いつもみたいに。さあキルカメラ見ていきましょうか。ガンイモじゃねえか本当に。そこにいるの、マジでわかんなかったんだけど。はぁ、もうしょうもないじゃんこの武器。なんでこんなのにしばかれないといけないんだよ。おいおい、嘘でしょ。何にやられたのこれ、弾が強かったんか。ああ、やっちゃった、護送にフルファル。もう相当な損害ですよこれ。あんな敵にしばかれるなんておかしいでしょマジで。やってしまった、あんなところにいるなんて思わないじゃん、さすがにな。今までのパターンからね大きくずれてました。PP なんですね。でもまあレッグメタとかしてないから、まあ許せるか、まあ、許せないんですけどね。はい、胸部をしばかれてね、無事 GG しちゃってますが。マジか。てか耐久度は、耐久度そんなに削れたの、よくわかんねえや。俺多分マックスにしてきてたはずだから、もともと防具が傷ついてたなんてことある、わからん。ちょっと編集してみないとわかんないですね。これもしかしたら、まあ、防具が削れていたのかもしんない、わかんないけどね。はい、まあ、ということで、まあ、負けは負けです。はい、潔くね、動画終わりたいと思います。もうぐちぐち言ってても仕方がないから、もう負けたことをさ潔くさ認めて次のマッチに行けばいいじゃない。なんかここでさ芋が悪いとかさ、なんかもう